ここ汚すぎだろ、マジで。机の上もさ、なんかベトベトがたくさんあるんだよ。これさ、ここさ、全部干し芋椅子だよ、これ。そうなんだよ。この干し芋椅子のジュースとかがめっちゃ積み上がってるっていう。米もあれば、お茶も、炭酸水も、水も。ふざけんだな、これ。やばいんだよ、このカルパスがある。普通におやつカルパス屋さんだもん、うん、おやつカルパスは正直もうお世辞にも嬉しいですから。ちょっと新潟食らってきた。ダメダメダメ。これ絶対ダメ。やらせて割れるドッキリが。これ割れちゃう、割れちゃう。ダメダメ。プロジェクターってやっぱさ、憧れるじゃん。ということで買いました。その前にさ、うん、組み立てたいものがあって。あ、これもね、リストでもらっちゃって。ここは映さないで。おいおいおい、ふざけんなふざけんなふざけんな。炊飯器とかさ、直置き知ってるやん。そうだね。置き場所に困ったやつとかいっぱいあるし。これも組み立てよ。分かった。はい、じゃあ俺カメラマンやっとくから。ふざけんなおい。帰省するんだけどさ、帰省するときなんか絶対 PCR 検査受けてからにしようって言われて。コロナは相当ビビってる。あのさ、こういうの買うたんびにさ、買わなきゃよかったってなら組み立てる。めっちゃわかるわ。あ、もういいわ、買わなきゃよかったみたいな、組み立てた後は、あ、やっぱやってよかったってなるんだよ。いや、だよね、全く同じだもんね、この2つのパーツ向き。え？え？やばくない？ガチ不良品だよね、これ多分。左右入ってるはずなんだ、このレールが。なに、全く同じやつが2個入ってる。左右1個ずつ入ってるはずなのに。あ、これ見て、左バージョン、右バージョン入ってるのに、どっちも右なんだよな、これ。メガネさらしてやろう、うせえから。これな、これ。え、マジで、俺らが妥協する、これ。そう、つけれるとこだけつけないじゃん。分かった。もうその、なんなら上1枚だけのテーブルみたいな。やば。わかる、これ。押しピンくらいの穴しか入ってないの。行きたくね。本当に開いた。いや、行きないで欲しかったな。どうにかなんか破棄の方法に持ってきたかったな。めんどくさいから組み立て。破棄したい気持ちでいっぱいなんだけど。あ、ってことでね、あれから1時間くらいかかったよね。まあ1時間か。うん。てかなんかお前服変わってね。うん、そうだね。いや、お前もなんか変わってね。なんでだろう。じゃあプロジェクター組み立てていくか。組み立てていくか。ああね、これに遮影してくださいってことか。あれなさすぎてさ、一番安いのだったんだよ。使い物になるのかなっていう。まあまあ、どうせ元取れるかな。おい、そこでやる。あー、これ俺理科室でしか見たくねえわ、遮影のプロジェクターのやつ。感じのが入ってて、その材質はもう完全にユニクロのパンツと一緒。本当？うわ、ユニクロのパンツじゃん。こんくらいの大きさ。ああ、ちょうどいいじゃん。なるほどね。いい感じだね。で、これでこうなってて、葬式の時なんか軽いあるやつみたいじゃない？葬式の時にあるやつだな、これ。使わん時はこうやって、あっち側の方がいいか。こうしとけば、ほらほらほら、いいね。めっちゃいいじゃん。いいじゃん。うん、はい、遮影してこ。遮影する。はい、大画面であれできるってことだね。あれ、あれできるの大画面で。なんだろう、ガチあれできるの大画面。うわ、まさか。おい、嘘だろ。電卓じゃねえかよ。出てきんじゃん、大画面で。で6×9。 え、うわー、54。マジこれ。これテンション上がるっしょ。これやばいな。やべえ、これやばいな。これ見慣れてる、めっちゃ。どれにする？俺、これだな。あ、マジ？俺下の、この私は妹は、私の妹はバスルームでした。え、これ。いや、このホームビデオ感がいいんだ。このホームビデオ感がいい。なかった。前技師いらねえだろ、ここ。いるだろ。早く倒せよ。ここが一番大事なの。いや。超いいな。すげえな。超いいわ、こういうの。バナナ。バナナ。
おーおーおー、すごいすごい、迫力がすごい、すごい、うおーすごい、うわうわす、うおー、あーあーあーうおーま、うわー、マジすごっ、いやめっちゃ買ってよかったね、これね、買ってよかったね。あ、なになになに、うんうんうん、どうしたどうしたってことなんで、めっちゃいいね。いいっすね。どんどんなんか充実していくね、家は。もうそう。これでまあ普段からいい感じに映画も見れると。うん、そうそう、最高じゃん。いい感じだ。そうそうそう。まあ、部屋もね、うん、結構様変わりしたよね。うん。最近のじゃだれてハウスはこんな感じです。こんな感じで充実してるね。うん、超充実だ。本当大丈夫か、これ広告つくか。モザイクだ、そんなのモザイクめっちゃ多くなるな今のダメ。まあ、薄いモザイクだ。尺足りそう。ねえ、邪魔邪魔邪魔、見てる見てる見てる、見てるから、もうすごい見てるから、ほんと邪魔、ごめん何ちピンチンコ押さえてんの、ほんと邪魔だから、早く帰れ帰れ、ごめん、帰れ、モザイクめっちゃ使えなそうだな、これほとんど画面使えないみたいな。